何その目。届かないいました。掃除してたらここにクワガタの幼虫がいたんで育てる準備をしたいと思います。これをホームセンターに買いに行ったらおはちゃんがねこれ買ってくれっておねだりされて買いました。面白い？面白い。この中にクワガタの幼虫いるんですけど、なんやっけこれ、幼虫の育成マット、これに詰めて入れてみたいと思います。こうちゃん頑張るぞ。えいえいおー。YouTube でクワガタの幼虫の育成の仕方を見たらプリンカップ使ってたんですけど、それがなかったのでタッパー買いました。でタッパーだと通気性の穴がないので、今パパにブスッとなんかおっかないやつで開けてもらいます。こんな感じで穴開きました。じゃあこのマット開けていこう。開けていく。こんなにいらないけどね。入れちゃおうか。うん。締め固めるんやな。うん。これぐらいでグーでいけばいい。緊張の夏、日本の夏。いい感じ。あ、いい感じ。締め固めて。ちょっと水入れるか。うん。本当はだ霧吹きするといいみたいね、うん、入れすぎると溺れちゃうんだって、うん、うっせ一応2層に分けて入れてみます。すいや押し固めます。軽く穴を開けてカブトムシが入るところを作ってあげる。水足りてるの？大丈夫？あ、いた。見ました。ダメ。ダメじゃないよ、ママ。そんな最下層に。はい。はい。なんかちょっとあれやね、赤い点々があるからやっぱ。クワちゃんなのかなっていう予想ですね。じゃあ入れましょう。はい。なんかね、運ぶときはこういうスプーンとかで傷つけないように優しくしてあげるのがいいみたいです。ポテ。なんか上にかぶせなくても勝手に潜ってくれるみたいなので、このまま浮いてみたいと思います。閉めます。おやすみ。かちゃんおやすみなさいは。おやすみなさい。これ何？赤ちゃんの虫？そう、虫の赤ちゃんだね。何の虫だろうね。ゴムシの赤ちゃんの虫じゃない？カブトムシの？ダンゴムシって言ったんだと思う。ダンゴムシではないよ。それでは長男大豆にインタビューしてみたいと思います。大豆さん、新たに三男坊クワガタかカブトムシの幼虫加わりましたがどうでしょうか。おっと、ここで幼虫が潜り始めました。潜ってってます。見えるかな。長男がスリスリしてるところで身の危険を感じたのか潜っていきました。すごい潜ってたよ。あ、すごいすごい、もぐもぐしてってる。潜りました。潜りましたけど、今のお気持ちをどうぞ。ポン酢。新たに三男坊のカブトムシかクワガタの幼虫加わりましたが、いかがでしょうか。美味しそう。早速潜りました。おやすみ。今日はクワガタの幼虫を育成準備してみました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。また来てね。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございましたって。また来てね。はい、チーズ。カシャ。Wait, wait, wait. Get. 届かない。よく見た。もういいよ。もういいよ。なんかおいしいよ。あ、動いてる。めっちゃ動いてる。私歩いてるの初めて見たんだけど。めっちゃ歩いてる。今日はクワガタの幼虫を育ててみようと思います。鎌で歩くんやな。鎌はこうじゃないな。え、つって見てたで。そうなんでこっち見て、こっちめっちゃ首かしげるんだけど。おもろ。めっちゃ見とるわ。大豆のとこにいます。大豆おいで。こっちおいでよ。何その目。何その目つき。珍しいそんなこと。おいで。大豆おいでよ。お金は5000円。なかなかおしいぞ。